こんにちは。こんにちは。サウンドナインです。今日は、このジュノストラトですね。このブランドがジュノって言うんですけど、この初心者向けですよね。これいくらですか？1万円。これ1万円から、まあ中古で1万円から2万円ぐらいですね。はい。そのギターを何ですか？ツーロック。それはツーロック。50万円のツーロッククリスタル。につなぐとどういう音か。どういう音か。行ってみましょう。はい。チェックしますね。お願いします。1万円の音じゃない。1万円の音ではない。1万円の音じゃないですね。中古で1万円ぐらいのギターなんですけど、まあ、1万円の音じゃないですね。そうだね。どっちかというとまあアンプ寄りな音だけど、アンプ、まあ、アンプがいいんで、アンプがいいと、まあ、その分だいぶ音を持ち上げてくれると。そうですね、持ち上げられる強いギターですね。まあ1万円のギター使っててもね、まあ、50万円のアンプ使えばいい音するんですよ。まあ理想はいいギターでいいアンプ、それが理想ですけど。そうですね。この感覚的にはどうなんですか、弾いてる感じとしては。感覚的には、まあ高いギターとか、まあ、ヴィンテージギター、こう弾いた瞬間にこうこっちに音がこう伝わるような感覚なんですけど、はい、まあ、こいつはそれはないなっていう。まあ生なりっていうか、まあそうですね、生のレスポンスはちょっと弱いかなっていう感じですね。出しちゃうと意外でいい音だけど。そうですね。弾き心地はだいぶ違う、まあ、高いギターと。そうですね、まあ、安いギターの違いかなっていうところですかね、うん、てな感じですかね。てな感じですね。以上、ジュノー、ストラトキャスター1万円台で。そうですね。サウンドイノベーター。なんかかっこいいこと書いてありますね。サウンドジャベーターです。それをトゥーロックで鳴らしたらどんな音がするのか、まあ、意外といい音だった。また次回もお願いします。お願いします。